こんにちは伊勢島です今日はこの本を読んでみようと思います。この本は、えー、と4編の短編中編が収められている本でその中の「デブを捨てに」というお話を読みたいと思います。 今日はえっと抜粋で読ませてもらうので、ちょっと筋つ,つまがわがなかったりもするんですけれども、あのこんな雰囲気ですっていうことが伝われば嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。口にウエスが押し込まれた。悲鳴を上げさせないようにだ。グリースと機械油の匂いに俺は無性。 窒息しかけたが気にする者は誰もいない自分の腕がこれから「レ」の字や「く」の字や「へ」の字になる嘘や想像じゃなく本当にそうなる目を閉じ顔を背けるしかし視界が消えたことでかえって腕の皮膚がビリビリしてきたしかし一度閉じた目は開けられなかった「これは俺の腕じゃない」 去年も無事に治ったじゃないか大丈夫さと思っても待っている怖さは膨らむ一方だった乳首をペンチで引きちぎられる数億倍の鋭い痛みが光のように腕から潜り込み居座るいっそ気絶した方が楽かもしれない俺は早い息を止めることができなかった多分よだれも出ていたろうが拭う気にもなれない 「バールはいつ振り下ろされるのか」「脳みそは俺を置き去りにしてそのことばかりを考えていた」と頬がチクチクした気のせいだと思ったが執よに何度もはっきりとチクチクは続いた目を開けるとゴーリーの顔がありボールペンで顔をついていた腕はまだ折れていない腕とデブどっちがいいはい 腕とデブ、選べ。全員が俺を見ていた。どうやら冗談や悪ふざけではないらしい。最後だ。腕とデブ、どっちがいい。猛烈な勢いで脳が動いた。それこそ前頭葉から煙が出そうなぐらいに。デブで。するとゴーリーは事務所に向かい、体を起こされた俺も後についた。 机の上は漫画雑誌と書類とレジ袋と飲みかけのコーヒーとちんけな置き時計とボールペンやバインダーなどが雑然としていたゴーリーが椅子に座る俺は床に座らされるゴーリーは俺の頭がシゃんとするのをじっくり待ってから口を開いた「俺には昔なじみの隠し女がいる女は俺とどっこいどっこいの年だが」。 ガキが一人いてな。俺はおろさせようとしたんだがどうしても育てると気違いみたいになるんで産ませたところがこいつがとんでもないデブになった目苦しいことこの上ない母親とべったりで仕事もしてなけりゃ家から出もしないたまに散歩ぐらいはするらしいが町中の物洗いの種だ イイライラしくく。って胃に穴が開くわかるなはあゴーリーは床につばを吐いた煙のピカピカの靴に引っかかりそうになったやつは短い悲鳴を上げ飛びのいたゴーリーはそれを見てかぶりを振るとポケットから葉巻を取り出し先端をギロチンの赤ん坊みたいな金属の穴に突っ込んで切り落とし ゆっくり火をつけた「俺はまだ全然安心してなかった何が起きているのか分からなかったからだ」「ゴーリーが膜のような熱い煙を吐いた」「だからお前が捨ててこい」「え?」と反射的に口をついた「でも何をですか?」とは言わず黙っていた。デブを ゴーリーは青黒い舌で唇を湿らせた「二度と俺の目につかないように捨ててこい」。俺は顔を上げた。ゴーリーは怖い顔をしていた。冗談ではないようだった。デブオですかデブオだ。そうすれば腕は折らずに返済を待ってやる。その代わり デブが舞い戻ってきたりお前かデブかまた両方が逃げたりすればゴーリーは机の引き出しからでかいやっとこを取り出した「こいつで弾を引っこ抜いて犬に食わせてやる」待ちきれないのか遠くで工場の番犬が吠え出したくそー。 スパイダーは右前面のライトカバーにひびが入りタイヤカバーがへこんでしまっていた煙の顔を思い浮かべると気分が悪くなった取られたジャケットの中には財布や携帯のほかにも部屋の鍵なんかも入っていたおまけに俺は「佐賀川米国店の合言葉があやふやだったため息ですね当たり前だ何にもなくなっちまったんだぞ元気出してください 借金の代わりににデブをを捨てて、行く仕事を受けてそのデブが吐きまくったおかげで事故ってゲロ洗うのに死に金を使わされおまけに身ぐるみ剥がされてどこをどうしたら元気が出てくるんだよ俺はスパイダーを止めるとドアポケットに投げ込んどいたタバコを取り出し加わえた「私にもください」「お前タバコ吸うのか?」「二十歳は過ぎてます。 27ですへえデブは若く見えるんだな178かと思ったぜ俺は苦笑しタバコを差し出し火をつけてやった行き過ぎる車からサンタ姿の俺たちを不思議そうに運転手が眺めていく二人でゆっくり一本吸い上げた頃デブが口を開いたいくら必要なんですか何が 私を捨てるのに持ってるのかいいえじゃあ聞くな持ってないけど当てはありますデブが鼻から煙を吹いたデブの話では近所にチャレンジメニューの店があるというのだった一日中ネットで遊んでいたんで有名な大食いチャレンジ店の場所は覚えてるんです そのラーメン屋は特大を時間内に食べれば、賞金を1万円出すというのだ。店の名はくそビタ野郎。なんだと店の名です。嘘だろう。本当です。腐った小便みたいな味と切符の良さが売りだそうです。チャレンジ、予約制じゃなきゃ挑戦します。迷惑かけちゃったから。どうかなお前が本当にやれればいいが、失敗したら逆に金を払う羽目になるんだろう。 俺はデブを見たやれんのか今ならお腹が空っぽなんで大丈夫だと思いますそれに小このままだとまた気持ち悪くなっちゃいそうだからそれを早く言え店はどっちだデブはわずかに微笑むとナビに住所を打ち込んだここから5分ほどの場所だったそれとお客はみんなクソ豚野郎って呼ばれるんですけれど怒らないでください 怒ったりすると新規の客だと思われてチャレンジさせてもらえないかもしれません。だってその店行ったことなんかないぞ。チェーン店ですから、ここじゃなくても別の店に通ってるって顔をしてればいいんです。私はシステムが分かってますから。しばらくして目当てのラーメン屋が見えてきた。山小屋風に建てられた店にはのれんもなく、代わりに棒のようなものが久差しからいくつもぶら下げてある。 元祖クソ豚野郎ラーメンと屋根看板に殴り書きがしてあった六台ほど入れる駐車場は満杯で俺たちは客が出るのを待たなければならなかった十分ほどで止めることができたが入口には六人ほどが並んでいた見れば棒だと思っていたのは干からびた骨だったなんだよこれ豚の骨です豚骨なんです骨は端が赤さビー色になっていた 言われるまでもなく炎天下の簡易便所を思わせる一臭が店の外にまで漂っている。クソに醤油と砂糖を混ぜて煮たらこんな匂いになるだろうか。へいクソ豚一丁大クソ豚張り方味濃いめ泥油にんにく増し増し味噌クソ豚野郎クソのクソ盛りクソつけ麺クソ盛りクソ汁からめ店内では上半身裸に豆絞りハチマの男たちが汗だくで怒鳴り合っていた。 全員がふんどし姿だった並んでいる客は俺とデブのサンタ姿を見て目をそらした不思議なことに誰も口をきかない並んでいる連中だけではなく中の客も同じだったまるで禅宗の坊主のように無言で丼に取り付いていた俺は客前に出されたラーメンを見て愕然としたラーメンどんぶりと同じ体積が縁から上へと盛り上がっているありゃんだよ あれで小でりす。ビビっちゃダメです。ビビってねえよカウンターの棚に置かれたどんぶりには油にまみれた山が築かれていた何がどうなっているのかは知る由もないが客はゆっくりと棚から目の前へと下ろすとため息をついたスープがビチャビチャあふれ出すのをカウンターのタオルでさっと拭く見事な着丼です着丼 森がすごいので、あれをカウンターから手前に置くのは至難の技なんです。常連ならではの手際です。それを確認した店員が叫び、他の店員が昇和する。はい、クソブタ合格クソブタラッキーラッキーブタブタクソブタクソクソ客は照れたようにペコリと頭を下げた。やがて俺たちの番になった。店員は俺とデブを見て不愉快そうに眉をひそめた。 2名、はいクソ豚クソ豚ふんどしのハゲが大声で叫ぶなんだちきし静かにはいクソ豚野郎2名カウンター俺たちはカウンターの端に座らされたお客さんまず食券買ってもらえますか目の前に来た店員があからさまに顔を歪める客から失笑が起きたチャレンジでデブがそう言った途端店の中が凍りついた 客の全員が顔を上げ、箸を止め、俺たちを唖然とした顔で見つめた。そして店員も今までのダンサーのような動きを止めた。あんた、うちの量知ってんの店員が俺に言った。いや、俺じゃなく、チャレンジは私です。客の視線が一斉にデブへ注がれる。できますよね、チャレンジ。デブが壁に貼ってある変色した紙を刺した。そこには、 チャレンジ盛り30分以内完食で賞金1万円失敗3,000円とあったあれは誰も成功しないからやめちまったんじゃないかな貼ってあるなら挑戦したいです逃げるんじゃないよな俺の言葉に店員が米かびに漢筋を浮かせたちょっとお待ちを店員は奥の寸胴鍋に取り付いていたひときわでかい男に耳打ちをした男はデブを見 うなずいたオーケーです店員が言うお願いしますお客さんはあ俺は見学でじゃあ外で待っててください一応勝負なのでこの人も見届け人になってほしいです店員が忌々しげにデブを睨みそして寸胴前を振り返る寸胴前がうなずいたはいこちら種なしクソ豚種なし種なし 店員がが俺を顔見しながら和する。何だよチキシ種なしクソ豚野郎さん他のクソ豚野郎の迷惑ですからお姉さんの後ろで立っててください俺はデブの後ろに回るデブの背と壁で押しつぶされそうだった「はい種なしクソ豚糖尿たちんぼ種なしクソ豚糖尿糖尿」店員が大声で昭和する嫌な店だ10分後 信じられないものが両脇を店員二人に抱えられてやってきた3歳児がすっぽり入りそうなたらいサイズの丼にもやしが10袋キャベツが丸ごと1個半麺が30玉入ったものが着丼したのだ表面はワンタンがびっしりになっていると思いきやそれはそのまますべてが消しゴム台の油だった油の中に具材が隠れ高さは50センチは超えていたカウンターの向こう側がラーメンで見えなくなった クソ豚野郎ドジクショくクソバカ盛り種なし見学種なし種なしなんて店だ俺はつぶやいた客が立ち上がりデブと丼をしゃめるクソ豚野郎どもうちはしゃめ現金だ店員が怒鳴り客が慌ててスマホを隠す「おいこんなの物理的に無理だろうなんとかします」じゃあ今から30分。 ストッップウォッチを片手に店員が言うデブがうなずきチャレンジはスタートした「俺は人間が掃除機のように物を吸い込むのを見たことがなかった」がデブは見事に吸ったすすったのではない文字通り野菜盛りを片付けてしまうと麺と油を一緒に吸引したのだ初めは興味津々で眺めていた店員と客もデブの食いっぷりがあまりにも素晴らしいので徐々に目を輝かせ 身を乗り出した気がつけば外の客までがデブの快挙を確認しようと店内に首を突っ込んでいたその頃には店の中は作業が完全に止まってしまっていたがそれを咎める者もいなかった残り10分というところでタライの中身は半分以下になり麺だけが残っていたデブは大汗をかきながら水をピッチャーごと抱えては飲み飲んでは麺を飲んだ。 そしてチャレンジ開始から二十八分と五十秒が経過した時たらいを抱えデブはスープを簡易したドスンと丼が置かれた時寸堂前がやってき中身を確認するとうなずいたおめでとうございますクソ豚野郎チャレンジ成功です店員が叫び客が拍手したデブが振り返り笑った俺もほっとしてうなずいた この店を始めて20年になるわ。あんたみたいに食いっぷりのいいクソ豚は初めてだ。寸堂前が賞金を入れた封筒と小さなパス券をデブに渡した。全国うちの系列ならどこでも波がただで食えるパスだ。期限は1年だが楽しんでくれ。ありがとう。デブは記念写真を撮られ、色紙にクソ豚野郎どちくしょう最高とサインした。 俺たちは店員と客に見送られながら店を後にしそしてサンタの衣装を着替えるため安い服屋を探すことにしたとっぷり日が暮れてしまい道は月明かりで白くテカっていたが車は通らないつまり逃げるには最高の道だが援護するには最悪の道ということだどうするんですか野宿だなこんなとこで。 デブが心細そうに辺りを見回す「スパイダーは林脇の雑草地に花面を突っ込んでいたうっそうとした森が広がっている下手に歩くと斜面から転がり落ちるような崖につながっているはずだったさっきから腹がずっと鳴っていたあおっちゃんさん何も食べてませんね」。ああお前の食うのを見てたらこっちまで腹いっぱいになっちまってな。 大丈夫ですかああ、なんだか腹へんねえんだ。いいなあ、そういうの。私もそういう体になりたかったな。そんなのしょうがねえじゃねえか。デブはうんとうなずくと、スウェットをまくり出した。赤ん坊みたいなピンク色の乳首をした胸が月明かりにさらされた。おい、違うんです、ここ。デブが胸の肉を押しのけると、 喉元からへそにかけ、ムカデが張ったような傷が現れた。サギババアの風呂場では全く気づかなかった。3つの時、心臓の手術をしたんです。10歳までは生きないだろうってお医者に言われたらしくって。母さんは、そんなに生きないのなら、ずっと近くに置いておきたいって。学校にも通わされず、2人だけで暮らしたんです。母は異常な家庭で育ちましたから、 そんんな決断をしちゃったんです私好きなものだけを食べてよくて母さんはたくさん食べるとすごく嬉しがって私もそれが嬉しくって苦しくなっても我慢して食べるようになって「分かったもうしまえはいデブがスウェットを戻したそれでよくおふくろさんはお前を捨てるのを承知したな」。 承知してないですえ私がお父さんに言ったのもういいかなってそしたらお父さんすごく喜んでくれてそうかそうかよかったよかったって涙ぐんで「よかったよかった?」。なんだかこんな豚みたいなのが席は入ってないとはいえ身内だと思うといまいましくてたまらなかったんですってて自分はこんなに頑張って苦労して。 一生懸命立派に働いているのに俺にはあんな醜い人間じゃないような娘と何の役にも立たない人間のクズのようなかけしかいないと思うと行けるのがとてもつらかったって。ほうだから行ってよかったなと思って親孝行できたなってデブはポロポロ涙をこぼしそれをスウェットの裾で拭いた本気で言ってんのか 当たり前です。お父さん、すっごく喜んでくれたんです。私、それが何よりも嬉しくって嬉しくって。はあ。でも、おふくろさんはどうなるんだ私がいなくなれば、食費がだいぶ少なくなるから、その分、母さんにはちゃんと暮らせるだけは渡してくれるって。これで八方丸く収まるんです。丸くな 俺はシートをを倒すと空を見上げた。月夜なのに星が点でバラバラに散らかって見えたこんなに星を見たのは初めてだったこれデブが写真を差し出した名刺サイズの古い紙焼きだった団地の入り口で小骨のように痩せた少女がリカちゃん人形を手に笑っていた俺が見つめるとデブがうなずいた「ほんとかよ」「5歳の頃です」 痩せてる時のはそれ一枚きりなんです。「よかったおばあさんが服を洗うって言うからよけといたんです」ふーん俺はなんだか急激に眠くなってきた車を降りホロをかけようとするとうまく指がノッチをつかめない何度もつまもうとするうちにめまいがして仰向けに倒れてしまった「大丈夫ですか?」。「ああ」と答えたが足に力が入らない。 なんだかジタバタしながらようやく立ち上がるとホロをなんとかかぶせ座席に戻った全力ダッシュをしたように動機が激しかったあすごい熱俺のデコに触れたデブが叫んだ食欲ないのは私のせいじゃないです風邪のせいです分かった分かったデブにそう言われた途端咳が猛烈に始まったそれから寒気がやってき俺はガタガタ震えるのをどうすることもできなくなった 困ったわここじゃお医者も薬局もないし長い間風邪に当たったのが良くなかったんだ鼻風邪だから寝てれば治るするとデブが俺を引き寄せたなんだ私は脂肪があるから暖かいんです布団の代わりぐらいにはなります何をバカな苦笑するつもりが本当に暖かく俺は墜落するように眠っていた 伊勢島でした。ありがとうございました。